12号下午宣布，他将在13号履行退出自民党的手续。尽管自民党高层认为党内目前还没有其他人与渡边有类似的想法，但知名度较高的渡边一旦退党，可能会对支持率不断下滑的麻生内阁造成一定的打击。自民党的原行政改革大臣渡边12号下午对记者说，自民党进行的公务员改革无法从根本上对现有制度进行革新，所以他决定离党。渡边明确表示，会在13号第二次补充预算案表决之前提交离党申请书。明日自民党離党をいたします。1週間ほど前に私は麻生総理に7つの提言をいたしました。まあ、残念ながら黙殺あるいは否定をされてしまいました。まあ、私がまず外側に出て、そして国民運動を起こしていきたいと。麻生総理に一言言うことは、政権維持を最優先にした政治はやめるべきであります。その上で渡辺氏は、渡边表示将在第二次补充财政预算案表决之前提交离党申请书。而对于第二次补充预算案的表决，渡边透露可能会因为某种原因而遭到反对。对于渡边的离党，麻生首相在接受一家民营电视台采访的时候说，离不离开自己所在的政党完全是个人问题，除此之外没什么可说的。他并不知道渡边离党想要干什么，也不觉得此事会对自民党造成什么影响。在野的民主党则表示说，愿意与离开自民党的渡边进行合作。ただ もし自民党離党されるとすればですね、十分にいろんな形で